米軍が那覇市内を焼き払った昭和19年10月の空襲から沖縄戦は始まった。当時私は那覇市内にあった昭和高等女学校の4年生だった。女学生といえど勉強したのは初めの1年ほどで、それ以降は米軍上陸に備えて陣地構築などの作業を行っていた。那覇市内の実家では母親と中学1年生の弟と3人で暮らしていた。実家も空襲で焼け出され、家族3人一緒にその他の那覇市民と共に国神の本部町にある八重岳へ避難し、そこで軍の協力隊として迎え入れられた。それから母は44旅団の本部で託児担当を任され、弟は工兵隊、私は看護講習を受けることになった。看護講習を受けた後、私たち昭和工女の女学生は学徒隊として従軍することになった。女学生といえど、軍の末端に組み入れられた。17人が2班に分かれ、首里のナゲーラ号へ配属になった。はじめの頃はまだ良かったが、4月になり、米軍が上陸作戦を開始し始めた頃から、号には次々に負傷兵が運び込まれるようになり、ついに号に収容しきれないほどの規模に膨れ上がった。負傷兵は号がある山頂までトラックで運び、そこからは車が通れない道を私たちが担架に乗せて、二人ずつで運んだ。負傷し、脱力した人間の体は非常に重く、急斜面を女学生二人で担いで下るのは、今思うと大変なことだったと思うが、その当時は必死だった。米軍の艦砲射撃は日に日にひどくなり、ついにナゲーラ号付近にも届くほどになった。壕に収容できない負傷兵は、壕近くの道に寝かせておくことしかできなかった。その間にも、容赦なく続く米軍の艦砲射撃を受け、負傷したり、亡くなる兵士も多く出た。4月29日、壕の前で仲間と話をしているとき、艦砲の直撃を受けた。私の迎えにいた友人は、艦砲の破片が当たって胸に大きな穴が開き、そこから血が吹き出し、包帯を巻いて止血しようとしたが、ほぼ即死だった。別の日には、壕の中の二段ベッドの2階で、負傷兵が手榴弾で自決した。物量に任せた米軍の侵攻が迫ってくる中で、自分が兵隊として使い物にならないほどの傷を負っていることの虚しさや、傷の痛みに耐えられなくなったのだと思う。壕の中には、血や肉片が飛び散っていた。死者は、地面に艦砲が炸裂した後にできる大きな穴へ埋葬した。埋葬といっても、当時は一人一人丁寧に埋めることなどできず、遺体をむしろにくるんで手を合わせ、放り込むように穴の中へ埋めた。あの時亡くなった人たちは皆一緒に、誰の骨かもわからない状態で埋められたが、当時はみんな明日は我が身の心境で、悲しいという気持ちさえ起きなかった。5月の中頃になって、軍の指揮系統も麻痺し、近くに家族がいる者は帰りなさいということで、私はナゲーラ号を離れ、首里工女の女学生と2人で、一緒に糸数アブチラガマにいる母のもとへ向かった。アブチラガマへ到着すると、
母親と弟と会うことができた。弟は工兵隊として首里の激戦地へ送られていたが、あまりに戦況が激しく、まだ中学1年ということもあり、本部の食料倉庫の番を任され、糸数へ戻ってきていた。ガマの中で生活していた時、壕の外で炸裂した艦砲の破片が左足首に刺さった。真っ赤に燃えた鉄の破片が、そのまま肉に食い込み、その猛烈な暑さと痛みは忘れられない。6月1日、ついにアブチラガマも危なくなり、家族3人で別の壕を目指した。そこからは軍について、各地の壕を転々とする状況だった。道中に見た沖縄の町は、悲惨なものだった。そこら中が艦砲の穴だらけで、雨季のため地面はぬかるみ、逃げ惑う人々が踏み荒らして、田んぼのようになって道がどこにあるのかさえわからない。そしてあちこちに負傷した人が倒れ、亡くなった人が風船のように青ぶくれ、足で踏んでしまうと、ブスッと破裂するような状態だった。皆自分の命一つを守るのに必死で逃げ惑い、負傷者に手を貸すような余裕がない。怪我をして歩けなくなった女の子が這って泣いていたが、前を行く人は皆、ついて来いとしか言うことができず、助けたくても助けられない。その女の子もどうなったのかわからないままだ。移動する行く先々では、トンボと呼ばれる米軍の偵察機がぐるぐると上空を飛んで、避難民の居場所を沖にいる母艦に知らせる。その直後にそこを狙って艦砲が雨のように襲ってくる。6月13日、艦砲を避けるために数人が隠れていた農具庫に艦砲が命中し、私は意識を失った。一時たって弟のうめき声で目が覚めた。弟は左半身全体に怪我を負い、腕も折れていた。母は無傷だったが、母の前と後ろにいた人たちは、艦砲の破片が直撃して、即死しており、私が駆けつけた時は、母と弟の背中から大量の返り血が滴り落ちていた。私は背中の肉が半分えぐれる怪我を負ったが、幸い一命は取り留めた。弟は2日後に亡くなった。弟の遺体は母が一人で焼いて埋葬した。その時私は、どうせ自分もいつか死ぬのだろうと思っていたため、悲しみを全く感じなかったが、あの時一人息子を自分の手で焼かなければならなかった母の気持ちを考えると、本当にむごいことだと思う。背筋をやられたためか、私は座ったり寝たりするのも一苦労で、立ち上がる動作も自力では不可能になった。立って歩くのがやっとの状態で、友達からは、あんたは自分の怪我が自分で見えないから生きていられるんだよと言われた。その状態で壕から壕を転々とする日が続いた。艦砲が降ってきても、走って逃げることも伏せて隠れることもできない。ただ、立ちすくんでいることしかできなかった。走って逃げる友を追いかけてゆくと、やっと追いついたところで、友達は皆艦砲に当たって死んでいたこともあった。最後は、具志上村の壕に隠れているときに、米軍の捕虜になり、知念町にある敷屋の部落へ収容された。少しの違いで、艦砲の破片や銃弾に当たるか当たらないかで生死が分かれる。戦後、
私の背中の傷を見た病院の先生から、結核の手術でもしたのかと尋ねられたので、漢方ぬくえのこうさ、と答えてきた。米軍基地はこれ以上増やすべきではないし、なくすべきだ。基地の恩恵というが、それ以上に沖縄の海や山がもたらす恵みは大きく、沖縄の人たちは昔からその恵みで生きてきた。沖縄の側から使ってくださいと言って米軍に提供した土地は一坪もない。アメリカは戦後自分たちが沖縄の土地を奪うために侵攻し、強制的に住民を追い出して基地を作ったのだ。沖縄の人たちは金網の中に収容され、そこからバラバラの生活を送ってきているため、体験者の私たちでさえ、自分の体験以外の沖縄戦の実態は知らないことの方が多い。若い人たちは、まずは自分たちが暮らしているこの沖縄の歴史を、よく勉強してから沖縄の未来について考えてほしい。戦争に動員された学徒隊では、ひめゆり学徒隊が有名だが、沖縄戦では全21校から学徒が動員され、約2000人が亡くなっている。10代半ばの女子も男子も皆戦争へ駆り出されて亡くなっており、その多くが知られていないため、全学徒の火の建立を呼びかけ、昨年3月に完成させることができた。沖縄だけでなく、外国の戦地など戦争へ駆り出され犠牲になった多くの若者たちが、もし生きていれば今のような日本にはなっていなかったと思う。なぜあれほど死ななければならなかったのかと、惜しい思いがしてならない。子や孫たちの世代に同じ経験を繰り返さないためにも、沖縄に新たな基地を作らせてはいけない。吉川初江、昭和工女、帝吾学徒隊。